こんにちは。こんにちは、リテールローのおじさん。はじめまして、リテールローのおじさんと申します。すいません、フォートナイト下手くそおじさんと申します。よろしくお願いします。お願いします。いえいえ、こちらこそありがとうございます。こんなビッグネームを来ていただきましてありがとうございます。いえいえ、全然全然大したりじゃないんで。あの、メロンブドウさんとリテルローのおじさんは面識ありますか？いや、いえ、はじめまして、メロンブドウさん。はじめまして、ありがとうございます。リテルローのおじさんです。ありがとうございます。もちろんしてます。ありがとうございます。リテルローのおじさんはどうしてここのチャンネルのことしてくれはったんですか？スパガが動画を上げてるのを見て。あ、はい、え、マジか。ありがとうございます。おじさん、じゃあ選んでください。僕ですか？僕、あの、はい、名前の通りリテールローにしか降りられないんですけど、大丈夫ですか？いいです、大丈夫です。そうなんですか？そんな縛りあるんですね。そんな縛りあるんですね。はい、ありがとうございます。ちょっと言ってみます、すいません。いつからフォートナイトやられてるんですか？フォートナイトはね、おそらく1年ぐらいですね。あの、僕専用の任天堂スイッチを買ったのが去年の6月なんです。僕、あの、ジェニー俳優バンドやってましてね、今ゲームハマってダメやったんですよ。存じ上げてます。はい、それで、はいはいはい、でもフォートナイト息子にはめられて、息子のが寝静まってから僕ずっと家でやってたんですけど、うおおうわ死ぬ、うわ俺ボットにやられたんじゃん、こんなん、もういや。はい、はい、そしてあの YouTube やろうというのは割と早い段階から言ってたんですけども、ジェニーハイのツアーが終わってから立ち上げようということだったので、2月の末から YouTube やってます。はい、そういうことだったんですね。そうなんですよ、あの2月はツアーがありました。おじさん、すいません、こんな上手な方に。いえいえいえ、すいません。どうもありますね。包帯、あ、5個持ってます。はい、ますお持ちください。はい、ありがとうございました。はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。はい、ボットは全部いなくなったと思います。よかった、これで一安心です。ありがとうございます。おじさん、全然大丈夫です。すいません、おじさんって言ってますけど、僕もおじさんですか、ちょっと。いやいや、もう本当におじさんってよくみんなから言われるので。あ、そうですか。おじさんって言ってもらえれば。はい、でも声がもうバリバリ若々しいですよ、本当に。いやいや、そんなことないです。本当にもうこのなんでしょうね、このフォートナイトが上手い年齢っていうのが、はい、なんかそのピークがあるとか言いますよね。そうなんですよね。一番年、あの、この前、ワールドカップ、去年のワールドカップで優勝したのが16歳だったので、はい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 、なんかその他のなんかこうゲームに比べて、それ、はい、比べてもやっぱりその年齢がすごい低いゲームなんですよね。はははは、なるほど、反射神経が必要だと。僕も29歳なんですけど、29歳でももう周りの子に比べるとも全然もう、ちょっとピークが過ぎかけてる。はい、というかなんかこうやっぱおじさんっていう目で見られます。ああ、そうか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 、子供がよくやってるゲームやからということかな。そうなんですよね。そうさ、僕はチームの運営をしてるんですけど、はい、そのチームの子もやっぱりすごい年齢がすごいみんな低い、15歳だったり16歳だったり、17歳だったので、ね、はい、その頃はまあ上手なんですよね、おじさんが集めてるということは。すうまいですね、本当に。それこそ世界とかでこのそういうワールドカップとかに出てる子たちなんで、それを仕切ってんのがリテルローのおじさん。すげえ。もう、じゃあ本当にそうなんでしょうね。こうなんかこう、はい、みんなに助けられ、いやいや、いや、すげえな。ほんと日本代表ですやん。あー、もうでもフォートナイトのシーンだと結構アジアで、うわー、こんなんよう来てくれましたね、ボットに殺されるやつのチャンネル。いや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 、最初はみんなそうです。もう僕も本当に弱かったんで、その毎日練習して、はい、令和になってから一緒にやったやつの中で僕がダントツ下手ちゃいます。そんなことないですよ。そんなことないです。そんなことないです。はい、こんな下手な人もうやらんでしょ。よう来てくれました。最初はやはり最初は、いやいや、ありがとうございます。メロンブドウさんもやっぱりリテールローのおじさんの実力はやっぱり知ってるわけですか？あ、知ってますよ。たまにあの配信とかも見に行ったりするんで。なんでですか？いや、めっちゃ上手いじゃないですか、普通に。やってます。僕は別にその、なんか、あの、配信者ではないんですよね。
あ、そうなんですか。そうですね、まあまあ、チームの運営をしてる方なんです。あ、なるほどなるほどなるほど、そうかそうかそうか。そうなんです、ね、そうか、はい、ほんならやる側でもそんなにないってことですね。一応やりはるけども。そうなんですよ、やる、一応やるはやるんですけど、あと趣味で配信してみたいな感じ。なるほどなるほど、あ、そういうことか。はい、あですよ。のんこさんもやっぱり、うん、リテルのロのおじさんはやっぱりビッグネーム。あ、そうですね、のんこさんから見てました。今の反応知ってます？大丈夫ですか？知らない人の知らない人の反応でしたけど。いやいや、フォローしてます。フォートナイトやってる人で知らない人はいないでしょう。フォローしてる人います。辛いっす。フォートナイトは楽しいですか？どうですか？死ぬほどおもろいっす。いや、なんか嬉しいですね、僕まで。いやいや、僕今ちょっと仕事がね、結構収録飛んだりとか、まあまあ、撮影飛んだりしてるんですよ。ほんで、はい、まあ、世の中大変なことになってますんで、本当にこんなこと言うのは、はい、良くないですよ。亡くなりになってる方が、そしてまたレジェンドも大変なことになったので、はい、非常にこの今の事態、はい、心苦しく思ってるんですけども、はい、唯一いいことがあるとすれば、はいはい、フォートナイトやり放題という、ね、はい、まあそうですよね、確かに、はい、まあ間違いないですね、はい、複雑ですね、なんかここ15年ぐらいの中で一番休みありますもんね、今が。いやー、でもそうですよね、確かに、はい、結構飛んでますよね、多分、はい、ほんでプレステ4が東京の部屋に来たんですよ。おお、めちゃくちゃやってます。この間だって配信11時間やった後、東京の部屋帰ってまだプレステやりましたからね、ほんまに。すごい、モチベーション高すぎませんか。年齢ちゃ若いですよ、病気です、体力が。あ、いやいや、むちゃむちゃすごいな、むちゃむちゃゲームハマってる46も病気なんですけど、そんだけやって一切馬ならんっていうのも病気ですよね、本当に。いやいやいや、大丈夫です、少しずつでも絶対上手くなってるんで。あるんですよね、なんかこの覚醒の時というか、突然あれこうすればいいのかなみたいな瞬間が僕はあったので。あ、わあ、じゃあちょっとそれは希望の光が見えました。はい、 PC に行かれる予定はあったりしますか？あ、まあやっぱいきなり PC の方がいいですか、やっぱり。今はスキルマッチングといって、PC でも PS4 でもこう関係なくマッチングするので、はい、はいはい、でしたら PC の方が、なるほど、正直こう有利には、はい、うん、早いんですよね、なんか処理のやつ全然違いますね。 PC にコントローラーつなげても強いですし。あ、そうですか。魚食べてください。はい、あ出ました。あ、そっちの人ですね。そう、今すごい、そうですよね、そうですよね、どっちだ。そうか、このチャンネル史上初めておじさんが2人です。そうっすね、おもろいっすね。ゲーミング PC ってノートでもいけるんですか？ノートのゲーミング PC もあったりします。はあ、はあ、はい、僕がやっているプロゲーミングチームで、クレイジーラクーンというチームなんですが、はいはいはい、クレイジーラクーンコラボモデルというPC があるので、はい、それ買います。はいはい、買います。はい、すぐ買います。すごい、なんかもう超恥ずかしいですけど、今なんかこう、いやいや、顔が熱くてしょうがないです。全然、それあり、もうむしろありがたい、嬉しいです、そのおすすめを言っていただいたら。ノート PC でも、はい、もう2種類あって、結構ノート PC のモニターが PS4 と同じ性能までしか出せないようなモニターか、すごいモニターかっていう、なんか簡単に言うと、ああ、はい、強いのと弱いのと2種類あるんですよ。あ、もう一段ええやつお願いします。あ、かしこまりました。はい、買わせていただきます。すいません。あります。あ、ちょうど悩んでた時だから良かった。また飛んできました、1枚。あ、ダウンス。ナイス。オッケーです。あと1枚いますね。あれ、おじさん一人で。左来てますね。左来てますね。おじさん一人で行ってますよ。入ります。左がいます。左がいます。うわ、おじさん一人で行ったら死にました。大丈夫です、大丈夫です。助けます。あ、私ヘイト、あ、ちょっとリブート取りたいな、リブート取れますね、リブート取れました。オッケー、イスワンダーです、大丈夫です。こっち行きますか、はい、僕デカポがあるんで落ち着いたら渡しますね。いや、はい、今落としちゃえ。あー、走りよう、わー、左から、いや、もう掘っていってください。
とね、後ろからも来てるんで。あ、違う、これかな。隠せないかな。いや、いいせいです。おい。うわー、めっちゃ詰めてきてますね。ちょっとそれ、回復です。やばっ。うわ、もう2、3人がかりよ。うわ、その中で撃つ。頑張れ、間に合い、頑張れ。のんこさんも頑張れ。うまい。うわ、わかるな。残り3人ですね。ミニガンやろう。 うわ、ダメージがやばいっす。うわ、危な。でも頑張ってください。やばい、下った。ヘイトがすごい。めっちゃいい立ち回りですね、今の。あー、よいしょ。うわ、オーナーの力を見せるところですね。いや、もう十分見えてます、力。えぐいぐらいうまい。です。やっぱ、めちゃくちゃうまい。これでもう1位取ったら、もうすごいですね。あと2人、敵。あと2人です。うにゃ。もう最悪だ。アイテムやるな。アンク迫ってきてますね。お、下クッション。残っちゃうの。気温の蒸し合いですね。うまいんだけは分かる。やばい。こいつ来ます。うわー、下にもおる。向こうもビビってるやろな。めちゃくちゃうまいな、こいつ。なってるやろ、この敵も。まさかリテールローのおじさんとは思ってないですもんね。キルログ見るとびっくりしますよ。やられた時にリテールローのおじさんにやられたりとか、えーってなるでしょ。ルニ。見てますね。資材なさそうですね。大会より緊張するし。全然、あの長期戦でやってくださいよ、全然。バカエムした。いや、惜しい。惜しい。マジで、何言ってんだよ俺、本当に。えらい笑ってるけど、えらい笑ってるけど、リテルロのおじさんやぞ。何やってんだよ俺、本当に。ラムレ色のゾンビ。かわしたし、かー。いや、そうなんすか。いや、よう分からん。なんせめちゃめちゃうまいのだけ分かった、ほんま、すごい。ちょっとこれは申し訳なかったっすね。ありがとうございます。